はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、みのけんじです。さあ、本日の動画はこちら。リザードスキンズのグリップシールですね。マウスのグリップシール。こちらをリアルフォースのマウスに取り付けていこうかなと思います。まあ、ご覧の通りね、ちょっとね、使い込んで、グリップのところで、ね、劣化しちゃってるんで、まあ、ここをね、まあ、このグリップシールで補おうかなと思います。で、用意するものが、まあ、ハサミと、まあ、マジックとかボールペンとか書くものですね。で、まあ、あとできれば、まあ、こういうマスキングテープとか、そういうものがあった方がやりやすいかなと思います。型取らなきゃいけないんでね。ではでは、まずは開封していきましょうか。で、中身が、よいしょ。これ一応取説ですね。まあ、図、説明は書いてないんですけど、図ですね。うん。型取りして、まあ、切って貼り付けるっていうだけなんですけれども、でこれが貼り付けるグリップシールそのものですね。すごいグリップ力ありますね。全然滑らない。で、これが一応台紙ですね。まあ、こことかに貼って、まあ、型を取るものになってます。まあ、なんですけれども、ちょっとこれ使いにくいんで、このマスキングテープを使って、まあ、型取り。していこうかなと思います。で、このサイドの部分とクリップの部分ですね。まあ、ここに貼っていこうかなと思います。まあ、この辺のとこにも貼る人もいるんですけども、自分はこのサイドとクリップの部分だけに貼っていきますね。まあ、この辺を覆う感じですので、まあ、この辺にマスキングテープを貼り付けて、よいしょ。ちなみにこのマスキングテープ100円ぐらいで売ってるので、ホームセンターとかでね。ま、あとはセロテープとかそういうものでも代用は可能となっています。よいしょ。まあ、なるべく隙間ができないように貼ってっていう感じですね。よいしょ。うん、こんな感じですね。で、もう一度こっちの上の方から被せるように貼っていくと。よいしょ。で、こんな感じですね。で、ここに印をつけていくと。ここから切りますよっていう感じですね。ここに合わせて、まあ大体でいいんでね。で、こういうふうに型を合わせていくと。まあこっちはそうですね、最後まで貼らなくていいんで、まあこの辺の途中とかでまっすぐ切り落とす感じですかね。まあ、この辺かな。うん。こんな感じ。ですね。んで、これを、必要な部分に施していくと。そういう感じですね。よいしょ。こんな感じですね。で、こっちも、こんな感じ。マスキングテープだとね、こういう風につけて見えるんでね、やりやすいんですよね。で、まあ、さっきと同じように、線を描いていくと。そうですね。これも、まあ途中まで、まあこのぐらいまでかな。で、カットしていきたいなと思います。うん。こんな感じですね。そして、まあちょっとクリップ部分を後回しにして、で、このマスキングテープ、型取ったものを剥がして、
まあこういうふうに貼り付けると。こんな感じですね。で、この通りに、型通りに切ればぴったり合うように作ることができますよと。そういうことですね。まあ非常に簡単なものですね。で、まあこっちも同様に剥がして、マスキングテープだとね、こういうふうに簡単に剥がせるんですよね。んで、まあここにピタッと貼っていくと。なるべく隙間を作らないように。まあ別に、あ、ちょっとずれたか。そこまでね、ピタピタに貼らなくてもいいんですけれどもね。なるべく無駄なく使いたいんでね。こんな感じですね。で、そしてクリック部分も作っていきますよと。まあクリック部分もこんな端っこまではやる必要はないんでね。まあ途中までで OK っていう感じですかね。よいしょ。ピッと切って、で、こっちもそうですね。さっきと同様に型に合わせて切っていくと。まあ多少ねずれてても別に問題はないんで、まあざっくりとっていう感じですかね。そうだな、ここは先端まで、まあ、ある程度まで貼っておきましょうか。この辺までかな。まあ本当にざっくりでいいんでね。で、こっちも同様ですね。こんな感じですね。で、同じようにこう剥がして、ピタッと、さすがにマウス1個分ぐらいしか取れないかな。ギリギリこう使っていけば使えるかもしれないですね。まああとはちっちゃいサイズのものとかもあるので、まあそういうものもね、利用すればって感じですね。マウスのサイズによってもね、グリップシールの面積がね、変わってくるんでね。よいしょ。こんな感じですね。ちょっと、あれですけれども。んで、この型通り、線通りに、こいつを切っていきます。ちょっとずれてるけれども、まあ、そこまで気にせずって感じですね。で、この線の内側とか、若干、内側から切っていった方がいいかなと思います。でかいとね、あれなんで、ね、まあ、気持ちいい内側を切っていくって感じの方がいいと思います。切れましたね。そしてこちらも切っていきますよと。で、このグリップシールなんですけれども、キーボードのキーに貼り付けることも結構有効ですね。まあ WASD とか、
特定のキーのみにこれを貼って分かりやすくするっていうこともできます。まあ俺はやらないけれどもね、特定のキーを分かりやすくするっていうことにも役に立ちますね。よいしょ。はい、こんな感じですね。これが両サイド部分ですね。で、そしてクリック部分、あと今これ自分で型取ってやってますけれども、まあレーザーとかロジクールとか、まあ、あとロキャットとか一部の製品は公式から金型がダウンロードできるんでね、そちらを利用するのがいいですね。対応しているものは、まあ全てが全てのマウス対応してるわけじゃないんで、まあこういう風なことをねする必要があるものもあるってことですね。はい、こんな感じですね。ちょっと余ったかな。まあいいや。んで、これを貼りますよと。うん、いい感じですね。ちょっとこずれちゃったか。まあいいや。さほど気になるほどではないんでね。ある程度、面をカバーできればいいので、そんなにめちゃめちゃ気にする必要はありません。ちょっとずれたか。なるべくまっすぐ、綺麗に貼りたいですよね。うん。こんな感じですね。で、もう片方。で、これもなるべくまっすぐに合わせて貼っていきましょう。これがね、なかなか難しいというか。なんか知らんけど、だいぶずれてるな。まあ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 。こんな感じでいいかな。もうちょっと後ろか。こんな感じですね。で、そして、こうか。まあ、これもね、そんなビタビタに貼る必要ないんで、ちょこっちか。うん。そして、まあ本当に結構適当に切ったんで、もっと精密にやりたい方はもう慎重にというかやりましょう。よし、ある程度。うん、こんな感じですね。自分の触れる部分に貼ってあれば OK なんでね。で、マスキングテープを剥がしますよと。まあ、こんな感じで簡単に剥がせますよ。セロテープもできるんですけれどね。マスキングテープの方が剥がしやすいかなと思います。いい感じにおしゃれになりましたね。うん。はい、こんな感じにクリップシールが貼り終わりました。うん、いいね。ちょっとね、マウスのサイド部分とか使ってるとね、摩耗して削れちゃってくるんで、まあそういう風なことを考えて、まあ補修っていうこともできますよね。これグリップ力を上げて、かつ、ちょっとえぐれた部分を補修できると。まあそういう風な感じで
今回購入したって感じですね。うん。なるほど、なるほど。で、すごいグリップ力。全然滑らないですね。手汗かいても全然滑らないと思います、これは。ああ、なるほど。もしかしたらここの部分も貼った方が違和感はないかもしれないですね。うん。なるほどね。まあいいや、それは後でやりましょうかね。うん。いいね。これ、いくらぐらいだったかな ?1000 円くらいだったかな ?1600 円くらいだったと思います、確か。そんなに値段もしないですし、グリップ力を高めるのに簡単なんで、まあこれ結構おすすめですね。結構色、柄もね、種類があるんで、まあこういうものもあったり、もうちょっと派手な色もあったりするので、それはお好みでお選びくださいって感じですね。で、Amazon の方のリンク、概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価などね、よろしくお願いいたします。それじゃ、バイバイ。